神奈川中央交通マイオカ営業所。神奈川中央交通マイオカ営業所は、神奈川県横浜市と津角マイオカ町3511に位置する神奈川中央交通の営業所である。略号は、マイオカ営業所横浜営業所マイオカ奏所で、あった時からの、大継承。2010年3月より全線で GPS によるバスロケーションシステムが導入されている。 横43、横44、小45は、前岡の主要路線で、横43.244の違いは、子供医療センターを経由するか否かのみである。と45は2016年2月8日に、横浜市南区役所の移転に伴い新設された。横44を、桜木町駅発着に短縮し、南区総合庁舎前と次第、センター病院前経由に変更したもので、 横44の一部便を振り替え平日日中のみ運転する。横浜市中心部と戸塚駅を結ぶが所要時間が長いことから全線を乗り通す乗客は少なく京浜急行電鉄京急本線に接続する井戸ヶ谷広脇寺口付近で乗客の大きな入れ替わりがある。横43にはかつては横浜担当便があった。と01は 横43六間便で、戸塚駅発は夜間、井戸ヶ谷下町発は平日早朝に運転。都令んは、往路は平日、土曜の朝に一本、袋は平日、土曜に三本運行、休日運休。現在、県庁入り口、乗車停留所は使用されていないため、戸塚駅は本町四丁目から出発する。都38は深夜バスも設定される。 横46は、平日朝1往復のみ運行されるが、2003年10月20日までは、全時間帯で運転されており、改正で多くが都38に短縮された。保冷6は都38の区間便で、不動坂駅については平日と土曜の深夜バスと、土休日午後の数本のみ、ほどがや駅、東口駅については平日早朝の2便と、土休日の市中に運行され、 深夜バス以外は11系統に使用する出入り口が重当される。戸塚駅東口と前岡営業所を結ぶ路線で運行本数は館内最多である。平日土曜には深夜バスも運行されている。東零一は2003年10月20日の路線改編で開設された、同改編で廃止された東7.16の代替路線。もともとは 東戸塚駅と相模新橋を結ぶ路線に当てられていた系統番号であった。東06は廃止された東16の姉妹系統。元は東16が運行しない平日、土曜の朝夕や日曜の日中に運行されていたが、2003年10月20日に平日朝、往路一本のみ運行となった。東零八は東戸塚駅と南区の集合住宅。 横浜パークタウンを結ぶ。横17は国道1号線、保土ヶ谷駅経由で横浜駅と東戸塚駅を結び、東21と205はその区間便である。横17の運行本数は1時間に3本程度で、以前は横浜駅西口では発車が平日、と休日とも、第2バスターミナル到着は平日が第1バスターミナル、と休日が 第2バスターミナルとなっていたが、2017年7月25日の横浜駅西口バスターミナルの乗り場変更に伴い終日、第2バスターナル発着となった。鶴谷町三丁目停留所は東戸塚駅東口行きのみ経由する。かつて205は横浜市営バスとの共同運行であった。トレイ級はかつて神奈中から横浜神奈港バスへ移管された路線。塚駅。 緑園都市駅と、都津角北部を結ぶ。東霊には、入出小便で、長らく不動坂発着だったが、2014年2月1日に、不動坂舞岡が延伸された。トレー級は2017年1月1日の再編と、同時に、横浜カンナコバスから移管された。2000年10月18日にかつて、カンナ中から横浜カンナコバスへ移管された路線であったが、 2017年1月1日の再編と同時に横浜環奈港バスから約17年ぶりに再び環奈中に移管された東戸塚駅と川上団地を結ぶ路線唯一の路線でかつては東戸塚駅の西口を発着していた一時期東戸塚駅東口発着便も存在したが西口発着に統一された後2017年7月の 137系統廃止と同時に、全便が東口発着となった。横浜駅、戸塚駅と平戸団地を結ぶ便が2003年10月20日に廃止されたため、平戸団地に乗り入れる唯一の路線となった。東中は短距離路線だが、両端が駅であることから利用者は多く、特に平日夜は運転頻度が高い。かつてはなぜまで運行、と例を例していた。以前。 緑園都市駅行きは後払いで東戸塚駅行きは先払いだったが2007年2月26日から緑園都市駅行きも前乗り先払いに変更された東16は東戸塚駅西口を発着する唯一の路線で1時間に2から3本程度の運行平日の最終便は公園前商店街入り口で終点になり東戸塚駅まで運行しない また、朝方になぜ小学校入り口が始発になるものがある。新都塚病院前の循環線はかつて東15系統として東口を発着しており、当初は中型車であったが2016年5月より大型車に変更となっていた。2017年7月より平日の始発1本を除く全便が東16系統となり西口発着に変更され、 本数も微増した。東23は2002年に、神奈中から横浜神奈港バスへ移管された自社路線。戸塚区北部、泉区東部を経由して、東戸塚駅と弥生い大駅を結ぶ。2017年1月1日の再編と同時に、横浜神奈港バスから約15年ぶりに移管された。1時間に1本程度運行。上、長屋駅、京急ニュータウンは、 横浜市営、江ノ電バスと競合する区間である。2006年3月27日に横浜市営バスから移管されて開設された。平日、土曜の最終は、ほどがや駅セリが谷の区間便となる。2007年4月1日、セリケ国からセリが谷に変更した。ほどがや駅発22時以降の便以外は、 ほとんどが、横浜駅東口、ほどがや駅東口から整理が、谷間の運行だが、土休日午後に関しては、ほどがや駅東口始発の整理が谷行きが何本か、見受けられ、これらの便には11系統の入庫者が充当される。2007年4月1日、横浜市営バス滝頭営業所より監された、積雪時や事故発生時などで稀に、中村橋日本、 大通駅県庁前館で、迂回運転を行うことがある。その場合の方向幕は、神奈川中央交通を取る。この路線には、山手ライナーという愛称が付けられており、東路線専用の塗装が施された、ノンステップバスで運行されており、東路線単独運行区間、港の見える、岡公園前から、牧田駅前館の停留所にも、車体と同じカラーリングが施されている。 また、この路線には、カンナ中による運行当初から GPS によるバスロケーションシステムが導入されている。なお、専用車が検査に入った際などには、元専用車や一般塗装車が使用されることがある。神奈川中央交通としては珍しく、行き先のローマ字表記と、車内放送に英語アナウンスが入る。2007年4月1日に、横浜市営バスから移された路線で、 巻田駅付近の経路がループ状になっている。また、この路線には11系統と同じく、缶の中での運行開始当初から GPS によるバスロケーションシステムが導入されている。毎時1本程度の運行で、昔は南区役所循環と称していたが、南区役所移転により、巻田駅前循環と名称が変わった。30.71は、 横浜市営バスとの共管路線で、神奈中は循環線のみ担当していた。あとに30系統の上、大岡駅競りが谷から上、長屋駅の区間便、2005年7月4日の移管で、競りが谷発着の区間便も担当を開始した。2005年11月28日には、休日便が全便移管され、2006年1月30日に、すべての便が、 管七海移管された。また2011年10月16日からは30系統の上、大岡駅吉原から上、長屋駅の区間便が設定されたが、後にマイレイチとなり廃止された。上96は廃止された69系統の区間便。もともとは99年の改正で203系統の担当が横浜からマヨカに移管された際に、 東戸塚駅からの折り返し入庫便として新設された。捧げ車庫閉鎖後は日中も運転されていたが2003年10月20日の改正で深夜のみ運転となった。203は以前は横浜市 A バスとの共管路線で、カン中は全線通しの便のみ担当していた。同局の路線再編に伴いゼリが谷発着の区間便を含む全便を移管された。 同時に、姉妹系統の206系統も移管されている。上2 0二は203と違い、カンナ中単独で運行された路線。カンナ中では、数少ない、系統頭文字プラス3桁の系統番号は、203、系統の関連路線という意味合いで不満されたものと思われる。平日朝と日中一本にセリガ谷東、戸塚駅東口方面の区間便がある。 2011年10月11日から同年12月9日までの60日間実証運行され、翌年4月2日から本格運行を開始した路線。上、大岡駅と、それまで公共交通機関空白地帯だった江南区日野が岡地区を結ぶ。上、大岡駅日野3丁目及び下車が谷城、大岡駅は、 環状二号開通前の30系統と同じルートを経由する。一部は公務員住宅中央からの運行や下付け庭見たまでの運行のものもある。2012年9月3日から運行開始した路線。真岡から日玄山までは上、長屋駅方面への改送ルートを通り、日玄山から上、大岡駅までは、かつての横浜市営、バス30系統と、 同一ルートを経由する。この路線が誕生するまでは上、長屋駅と日元山地区を結ぶ路線は、横浜市へ、江ノ電を含めすべて京急ニュータウン発着だったが、初の京急ニュータウン方面に向かわない路線となった。一部は、前岡から上、長屋駅の区間運転。移住は、引っ越し坂ではなく別所中里台経由で、井戸ヶ谷下町と子供医療センターを結ぶ。 21.12は、井戸ヶ谷下町、京急線井戸ヶ谷駅、広脇寺口、広脇寺駅と集合住宅を結ぶ路線で、深夜バスとして運行される移住4モパークタウンを経由する。東50は2003年10月27日に開設。公共交通空白地帯だった港南区上長屋、北部、競り谷南部を経由する。 東55は2000年10月15日に開設された。東戸塚駅と公共交通空白地帯だった戸塚区城・か塩町を結ぶ。始発のみ、柏台住宅入り口始発。2013年9月30日より運行。東京都内は乗車のみ、ほどがや駅以降は降車のみ、横浜駅では乗車、降車両方が可能である。空港連絡バス。 深夜急行バスともに2017年1月1日の再編と同時に横浜間那高バスから移管された69の姉妹路線で南高校を経由していた国道1号の慢性的な渋滞に悩まされ続け69と共に廃止横43や上大岡駅発着の循環系統など本数が多く頻繁に運行される路線が多い ことから逃走車所の在籍車両も多数である。かつては、日産ディーゼル、ゲン、ドトラックス車も多く配置されてきた、日野自動車のハイブリッドノンステップバス、ブルーリボンシティハイブリッドが4台在籍していたが、すでに全廃されている。ただし、日産ディーゼルからの OEM 供給車である、三菱不走、エアロスター S とエアロミディ S、いずれも西日本車体工業製の車体を、 仮想が少数在籍している。一般路線用車両の主力は大型車で、三菱不走、エアロスターが大多数を占める。このほか、中型車の三菱不走、エアロミディエストイスズ、エルガミオに、東都塚駅発着の境外路線向けの小型車は、現在、日野、ポンチョが少数在籍している。三菱不装、エアロミディエム E は2015年12月に、 大和営業所、中山総車所へ転属している。横浜市 A バスから移乗された11系統には、茶色とクリーム色のカラーリングをまとい、大手ライナーのロゴがついた専用塗装車が12台用意された。当初は標準弱ワンステップバスが投入されたが、2ヶ月も経たないうちに、同数の短弱ノンステップバスが投入された。当初投入されたワンステップバスは、 大半がロゴを、カナチバスに変更、11系統以外の路線でも使用されるようになったほか、現在は1台が、伊勢原営業所に転属し運転訓練車に転用された。また、山手ライナーロゴの車両については、11系統に加え、同じく、横浜市営から移管された60系統にも使用されている。その他、学校送迎用の特定車や空港リムジンも、 在籍する。いずれも横浜間な港バスからの廃盤である。運行路線の規模は、ヤマトに次いで2番目の規模。ヤマトと共に、横浜市へから多くの路線を移管され、管轄エリアが拡大しているためである。近年では、横浜の管轄範囲内、磯子地区へも進出した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。